リスです。今日はですね、見てください、この格好。今ですね、山中湖に来ております。今日はですね、土曜参加などで子供たちがお休みなんで、一緒にこの一周走ってみようと思ってます。はい、富士山はまだ白いです。そして、びっくりするのがこの駐車場。いつもね、土日とか休みの日しか来ないんで、埋まってるんですけど、駐車場があまりにも車いなくて分かりませんでした。はい。現在し、今ここですね。これを一周、走り&歩こうかと思っております。9時40分。まあ、だいたい2時間弱じゃないかと思っております。ちなみに、一周 13.3 キロかな。ちょっとね、気合い入れて頑張っていきたいと思います。歩いてる最中なんですけど、見てこれ綺麗だね、木がね、と先っぽが黄緑がかってとても綺麗です。そして本日山中湖はこんな感じで穏やかです。私ね、こういうなんかなんだろう、ゆらゆら風に揺れる木が大好きなんですよね。お化けでそうですけど、昼間だから大丈夫。さあ、まだ道のりは遠いですが、行きましょう。車通りはですね、ほうとう小坂、最近子供たちがね作ってくれるからほうとうも食べなくなりましたが、これもねとても美味しいんで、皆さんぜひ来てみてください。はい、今ほうとう屋さんの前を通っております。お昼もねちょっと兼ねていろいろと調べようかと思ってますが、これねほうとうと呼びそうです。メニュー、馬刺し、美味しそう。アワビ、アワビ、天名湖、天柱。結構ね、やっぱり、そして、ボート。山梨といったら、ボートですね。あ、ちゃんこ豆腐美味しそうだね。だね。よし、今度作ってみるか。そうだね。じゃあ、よろしくお願いします。写真撮っとかないと。じゃあ、行かなきゃ。行きましょう。行きましょう。じゃあ、かぼちゃボート、またね、もしかしたら来るかもしれない、お昼に。さあ、行きましょう。ただいまですね、TBS 両前にいますが、ルイチくん、これ、なかったね、昔ね、この、なんだろう。そうですね、この、木の道ですね、新しくできましたね。これでサイクリングはバッチリでしょう。じゃあ、行きますか。レッツゴー。動画を撮って、なかなか来ない方がいますが。今ね、山中がこんな感じです。晴天ね、お、落ちそう、落ちそう。大丈夫だった。こんな感じです。結構ね、見えるかな、山中湖の水は綺麗ですよ。たまーにお魚ちゃんが跳ねてるんですけど、今日は左です。とても穏やかな光景でございます。だね、のんきに撮ってるけどね、これを走り知らなきゃいけないという現実逃避でもあります。では行きます。レッツゴー。綺麗です。そして見つけたのはこちらです。じゃーん、白鳥恋の餌。では、あげましょう。こんなことしてるから遅いですね。どんな感じ？ゲット。こんな感じです、うん。はい、きっとね、あの白鳥ではなく、こちらの恋たちに餌をあげます。結構ね、思いの方がいっぱいいます。こんな感じですね。面白い、面白い。ルッチ、行ってください。はい、え、そういう上げ方する。すごい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 。先生、こっち側もこうくれと。来てる来てる、ほらほらほら、こっちこっちも鳥、鳥鳥鳥さんに、鳥さん、そういうさ、おお、すごい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 。ほい、朝のご飯だよ。分かち合いしてるのか。いやいやいや、どっちかというとフルーツバスケットみたいな。はい、戻ってください。いっぺんに、落っこちないね。いいよ、せーの。ねえ、もう、こういうね、もったいないことをしないように、してください。すごいすごいすごい。ハロー、こいちゃん。こんなにいると迫力あるね。自然なのか。この子たちすごいな。のどかな、このね、のどかな山中湖で
熾烈な戦いが広げられています、ね、ちょっとねもったいないことをしましたけれども、ゆうちくんそろそろ行きますか。我々にはまだまだ道のりが遠いでございます。ちなみに今の時間は、10時45分こうやってね、こんなことをしてるかなかなか方が進まず、多分まだね、3分の1行ってないんじゃないかと思っております。それでは、じゃあね、またね、小井さん、またね。桜の木を発見しました。旦那がね、来る前にラジオで満開だよって言ってましたけれど、これ、全然満開にほど遠いんじゃない、ないのかな。アップス、こんな感じです。確かにね、道中満開なところはありましたが、まだまだ山中湖のお花見行けますよ。皆さん来てください。ちなみに、はい、ちなみに今日は何日ですか？4月18日だそうです。まだ行けます。皆さん来てみてください。先生、今多分ね、現代車、ここら辺なんだけど、マリもいたでしょ？ここら辺止めてるから、見て、ほとんど、1時間経ってもこんぐらいしか、進んでないというのは、今日中に帰れるかどうか怪しくなっておりました。わー、すごい綺麗だね。全然ですよ。イエス。はい、青い空、そして桜。ここの桜は結構咲いてますね。道中の桜はほとんどまだ1分咲きか2分咲きかって感じだったんですけれど、そして富士山、こうして見るとね、綺麗な山ですよ。本当にあれはね、富士山はね、外から遠くから見るのが一番よろしいかと。実際ね、登るとなると、あの白い中、突風の中登るのは大変なことです。そして我々の今いるのはこちらになります。現在地、じゃーん、たにょ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 、ようやくこちらに来てます。よく半分なんだけれど、時間結構過ぎてます。やっぱりね、声に餌あげたりとかしたのが響いてるのでしょうか。では龍一くん、頑張れそうですか？はい、では頑張ってきます。はい、のどかですね。さっきからね、あの大きい鳥がすごい気になるんだけど、大きい鳥がいるんですよ。龍一、その先が折り返し地点なの？あそこが角っこか。もうね、なんかね、とてもこう満喫しております。こんな感じですね。そして富士山は、おお、あれ、まだ姿を見せてます。では行きましょう。はい、ただいまですね、あちらのウォーキングコースをですね、離れてこちらで撮影しております。ではなく、こちらのね、あの湖畔沿いを歩いてるんですが、両親がね、面白いこと言ってたんですよ。まるでこの砂、富士山登ってるみたいだって。確かにね、この富士山はこんなような砂がいっぱいあります。ただ唯一違うのは、彼はすごく急坂になっていて、こう足をやるとずーずーって滑るような感じですね。先生、はい、あと5分で12時なんで、そろそろ行きませんか？そうだね。ね。では行きましょう。レッツゴー。はい。ちょうど12時になりました。龍一、面白いね。うちの方はさ、キンコンカンコンだけれどさ、ここはね、さすが山中湖。初めて聞きました。富士山の歌が流れるんです。よし、では行くか。まだね、桜咲いてないね。うん、見てるうち。まだまだ。富士山、曇ってきた。日焼けはしないけれど寒くなってきました。よし。はい、行きましょう。この道結構ね、綺麗だから気に入りました。まあね、なんかね、午後そういえば天気崩れるらしいんで、急いで帰りましょう。
動画撮ったりとかしておりますが、もうちょっとね、つきそうです。それにしても見てください。この木にある巣なんでしょうね。宿り木なのか何なのか。こんな感じでね、たまに山中湖の木には、こう、丸いボンボンみたいなのがくっついていることがあります。怒ってますね。母ちゃん。何ですか。そう、ありました。車。あそこに見えますかね。あったんですけれど。ごめんね、りょういち。あのさ、後半歩いてたりとかしたから、ちょっとね、間違えた。でもさ、思ったより3キロ手前でよかったね。気になりずっと後ろにあった。失礼いたしました。ね、やっぱりね、こう、中学3年生になる息子を信じるべきだと。あの車ね、間違いないもんね。怒っています。そして、ただいまの時刻は、1時です。着きました。もうあとね、3キロはね、歩きたくないって感じでしたね。で、来て、万歩計持ってきました。じゃーん。ちょっと足りない。歩く？いや、やめとこう。あ、でも、あそこまで。あ、こうやって振ってればいいんだよ、こうやってガーって。そんなの、ダメじゃない？ではですね、19,670歩。あそこ歩いてないから意味ないんじゃない？あ、まあね、ちょっと行けば、でもまあ、2万歩弱ぐらいですね。うん。山中湖一周。歩いて、走るのなしで。歩いて、約2万歩で、時間は約3時間です。ぜひぜひ皆さん、やってみてください。よろしくお願いいたします。